皆さんこんにちは、ペソでございます。シティーズスカイラインですね。続きやってまいりましょう。ではちょっと住宅需要を答えるためにね、この辺をちょっと整備して、ちょっとこの公園移動させます。ここで、
ね、カチャンか。まあ、住宅がね、だいぶ建って需要がな、そうですね、需要度が低くなってきたので、この辺一帯がなくなっちゃってる。
まりこっちのね出口が利用されてないね。見てたらいらんかったかな。石油採掘が始まらん。うまく立たないな。しかしここ入ってくる需要はないからな。電気つながった。ああつながってることはつながってるか。
あ、ここも車線ね、広げて渋滞あんまりせんくなったね。ね、早々とリカバリーの建物建ってくれてるから良かったっちゃ良かったのか。お、やった。メトロポリスになりました。ちょうどね、20分っていうところですね。そう、前から1万5000に増えてて、そろそろね、そうそう、前回忘れたけど、空港とかね、その辺も考えていかにはいかんねんけどね。起動エレベーター。はい、ではちょうどメトロポリスになったところで今回は終わりたいと思います。
ああ。